What's up YouTube? Hello! 今日のビデオはですね、1週間ぶりにうだうだトークをやろうと思います。でですね、うだうだトークをご存じない方のために簡単に最初に説明をしますと、うだうだトークはですね、まあ最近あったこととか思ってることとか、まあ10分から15分ぐらいの間だーっと喋るというだけの、まあ、雑談ビデオでございます。まあそんな感じでお皿洗いながらとかアイロンかけながらとか、まあ雑談なんで BGM 代わりに聞き流してくださったら嬉しいです。まあそんなわけで今週のうだうだトークでございます。実はですね、これ撮影するの2回目なんですよ。なんかね、1回目を撮ったんですけど、ちょっと内容がちょっとあんまり気に入らなかったというか、ドクドクしかったので、ちょっと撮り直しをすることにしました。で、まあ、外が暑いんで、今ね、エアコンを切っててですね、ちょっと喋って尺を巻きながら、尺があるんで、こう巻きながら行こうと思うんですけれども。ですね、最近の話ですね、今週の話なんですけど、まずは夫が、やったかな、インプラント、夫ね、私ね結婚して9年知らなかったんですけど、上のね奥歯がなかったんですって。なんかね10年ぐらい前に BMT ブートキャンプ行った時に、奥歯をなんかそのエアクルーの仕事をしたかったらしくって、その学校に行ってたんで、エアクルーってあれですね、パイロットですね、こう戦闘機とか運転するやつになりたかったらしいんで、それのこう訓練校に行っててですね、でその時にこう奥歯を抜かれたらしいんですよね。で抜かれて、その後にインプラント入れようかって聞かれたらしいんですけど、なんか入れるとサイナスってなんかその鼻とかなんていうかその周りのなんか問題が出るかもしれないよみたいなこと言われたらしくって、なんか夫はビビって、じゃあいいですって言って結局入れなかったらしいんですけど、結局その後8年9年ずーっとそのままにしてたんですって。10年かもで、この間やっと見てもらったお医者さんに、もうそろそろインプラント入れましょうよって言われて、今は10年経って技術も進化してるし、その問題が出る可能性もだいぶ低くなってるからやりましょうって言われて、でまあ軍に勤めてるんで、こう保険が効くんで、保険効くというか、全部タダなんですよ。歯科治療と、本人の健康保険と、保険料は払ってるんですけど、まあその治療は全部タダなんですよ。家族の私は何割負担だったかな、なんかそんな感じだったと思うんですけれど、そんなんで、この間インプラントを入れに行ってきまして、正確には、何だったっけ、人工の骨を、こう、穴を掘って人工の骨を埋め込んで、で、そこにこう対して、何やったかな、私はちょっと細かいことよく分かってないんですけど、なんか自分の自前の骨が生えてくるかなんかしたら、4ヶ月後にそのインプラントを入れられるらしいんですけれども、まあ、それで手術に行ったんですよ。で、私はなんで行ったかっていうと、一緒に行ったんですけど、なんで行ったかっていうと、全身麻酔の手術だったんですよね。なんで、まあその運転手が必要ということで、私1時間先のこう街までブーンって運転しててですね、で待てど暮らせど出てこない、で出てけへんなと思って待合室で3時間待ったんですよね。なんかね、3時間かかるんやったらちょっと買い物行ってきていいよとか、お昼食べに行ってきていいよとか言ってくれそうなもんですけれど、なんかお迎えの方はって言われて、私ですって言って、でじゃあ待合室で待っててくださいって言われて、で私後で戻ってきてもいいですかって聞いたら、ダメですって言われて、お待ちの方、お迎えの方は、絶対にすぐに、対応できるように、待ち室にいてくださいって言われて、で、その時点で1時間しかかからないって言われたから、1時間やったらまあええかなと思って、待ち室で待ってたんですよ。で、気づいたら3時間経ってて、もう待ち室寒いし、アメリカの空調寒すぎますよねって話なんですけど、もう寒いし、なんか、3時間とにかく退屈やし、ほら一応こう携帯となんていうかヘッドホンを持って行ってたんで、アニメ見てたんですけどだからまあでも3時間もずっと見てると飽きてきますよねって話で、飽きない人もいるのかななんですけれども、そんなんで夫がこの間インプラントのその骨の手術をしてきてですね、でまあ家帰ってきて、でほっぺたがぷっくーって膨れて、ペコちゃんってほら不二家のペコちゃんみたいな顔になって、ちょっと大変でしたなんですけど、今はもうね腫れも引いてすっきりしてるんですけど、もう数日は本当にゾンビみたいな感じでしたね。もうご飯食べるのも大変そうなんで、なんか柔らかーいご飯しか食べられないし、なんかうずくんでしょうね、すっごい辛そうにしてたんですけど、まあ治ってよかったですね。治ってというかまあだいぶ腫れが引いて、で4ヶ月後手術から2週間経ってその経過を見に行って、で4ヶ月経ったらインプラント入れてもらいに行くみたいな感じなんですけれど、まあそんなこんなの先週でございましたね。あとはですね、
私あの月曜日から、実は今日3日目、これ撮ってるのが水曜日なんですけど、あの月曜日から半日断食、英語でやとインターメッテンファスティングって言うんですけど、ちゃんと言えたかなちょっと自信ないな、なんかあれなんですけど、あのまあその1日に食べれるご飯食べれる時間っていうのをこう区切ってですね、でその時間以外は食べないっていう風な断食方法があるんですよ。なんか半日断食とか日本では言われてるらしいんですけど、まあやり方がいろいろあってですね、その12時間食べないっていう方法もあるし、なんか14時間でいいっていう方法もあるんですけど、とりあえず今週私がやってるのは朝ごはんを抜いて、で朝の11時朝の11時に、だからお昼の11時お昼に11時にご飯を食べて、でそれまではだから何も食べない、朝食べない、お水は飲んでもよくて、あとコーヒーは私は飲んでいいことにしてます。ブラックなんですけど、まあコーヒーを飲んで、お水を飲んで、11時までしのいで、11時にお昼を食べて、で夜ご飯を食べ終わらないといけないのがね、6時ぐらいか7時ぐらい、多分ね、ウィンドウが8時間やったら、多分11時から7時までに食べ終わればいいんですけど、うち夫が帰ってくるのが結構早くてですね、だいたいいつも5時ぐらいには晩ご飯なんですよね。なんで、まあ、11時に朝お昼食べて、夕方5時、6時ぐらいに晩ご飯食べて、もう6時、7時以降はご飯を食べないっていうのをやってて、今日3日目なんですけど、なんでこんなことやろうと思ったかというと、まあ、私ね、ちょっと前から5月からずっと毎日ジム行ってんですけど、1日ね、5キロ、10キロ、キロ走ったぐらいじゃ痩せないんですよね。でこれは多分食べる量を減らさなあかんと思って、でどこを減らせるかなって考えた時に、私多分朝ごはん食べ過ぎと思ったんですよね。最近の朝ごはんはなんかね、トースト2枚にピーナッツバターごってり塗ったやつと、なんかまあそのバナナがつく時とかもありますけど、あとはなんかハッシュブラウン2個にケチャップバッチャーかけて食べたりとかしてたんで、ちょっとそれカロリーが多分高いやろうなと。で結局ジム行って走ってもそんだけが朝がっつり食べとったら多分キャンセルされてるというか、あんま意味ないでと思ってちょっと朝を抜いてみようと。でどうせ朝抜くんやったら、もうその半日断食とやらをちゃんと調べてやってみようと思って、今ちょっと挑戦してるとこなんですよ。で今日が3日目で、とりあえず1週間やってみて、体重をね毎日測って、でどんだけ減ったか、で効果があったか、あと自分のこう気持ちとか体調とか、なんかムードっていうのかなとか、そういうのになんか変化があるかどうか、とりあえず1週間7日間、だから来週の日曜日まで、月曜日までやってみて、まあどうなるかっていうのをちょっと様子を見てみようかなと思ってるんですけれども、今のところはですね、私朝抜くのって結構きついんじゃないかなと思ってたんですけど、意外と3日目まで今のところは大丈夫ですね。なんかお腹が空いたらとりあえずコーヒー飲んどけ、お水飲んどけみたいなところもあるんですけど、まあ夫がこの間手術をして、そのほっぺた痛いから朝5時にジムに行けないんですよね。まあその夫が普通の時間に仕事に行くのに、朝だから5時の代わりに6時ぐらいに起きて、でまあ7時前には仕事に行くわけですよね。で7時前に仕事行って、じゃあ私もちょっとウサギのケージを掃除したりとか、バスの掃除したりとか、こう洗い物とか全部こう食洗機に入れたりとか、そういうのをして、まあジムに行って、で10キロ走ることにしたんですよ、これからしばらく。でまあ10キロ走った、だいたい1時間ぐらいですよね。で家帰ってきて、シャワー浴びて、で洗濯機回して、でお昼の準備してってしてたら、だいたい11時になるんで、今のところはねその感じで気が紛れてはいますね。ただもし来週以降、ちょっとそれではあまりに朝お腹が空きすぎる、これからちょっと朝5時に起きる予定なんで、朝お腹が空きすぎるっていう場合は、なんかそのちょっとスケジュールを調整してですね、朝はちょっとスムージー飲んでいいとか、その朝10時から、6時までかな、それでちょうど8時間ですよね。だから朝10時になったらスムージー飲んで、11時にご飯みたいな感じにするかもしれないなという感じでございますね。なんですけど、今のところはその朝普通にご飯を食べないで10キロ走っても、まあフラフラになるとかいうこともないですし、結構気持ちよく走れる、逆に胃に何も入ってないから気持ちよく走れるっていうのはありますね。あとはね、あのお通じがすっごい良くなりました。これは何でかちょっと理由はわからないんですけど、多分その消化をする時間を体に与えてあげてることで、そのいらないものをちゃんと出せるようになってんのかなと思います。って言ってもね、私ね、お通じは毎日ちゃんとあるんですよ。なんで便秘とかなったことないんですよなんであれなんです
ですけど、まあ、すごくよく出るようになりましたっていうか、まあ、やろう少しなんですけど、まあ、そんな感じの今週ですね。まあ、今週はまだそんな感じでちょっとチャレンジをしてるんですけれども、ですね、あとは何やろう、あ、そうだ、私ね、YouTube を今週ちょっとお休みをいただきまして、これが今週初めてのビデオなんですけど、一応ね、お休みをしようとか、ちょっと今日は体調が悪いから休みますとか遅れますみたいな時って、一応ね、YouTube の私のトップページに行ったら、コミュニティっていうタブがあってですね、なんか伝言版とかいろいろいう感じなんですけど、まあ、そこのコミュニティのタブでですね、今日はちょっとビデオ遅れますみたいなのとか、お休みしますみたいなのを伝達事項とか、なんかアンケート取ったりとかもできるらしいんで、今後ちょっとやってみようかなと思うんですけど、まあ、その伝達事項をですね、これから載せてい、ってるんで、まあ、あれ今日ビデオがないなと思ったら、とりあえず一回そこを見てもらってですね、コミュニティのところに今日休みます、今週休みますって書いてあったら、あ、そういうことなんだなと思ってくださったら嬉しいです。なんで、まあ、いきなり事故に遭ってなんか死んでるんじゃないかとか、そういうことは思わないでくださったら嬉しいんですけれど、まあ、それともちょっと関係があるんですけど、実は私ね、ちょっとビデオの更新を3月ぐらいから、3月、4月、5月ぐらい、3ヶ月かな、3ヶ月ぐらい、ずっとね、週5、月金まで、毎日週5で、更新をしてきたんですけれども、ちょっとね、今回お休みをいただいて、いろいろ考えてみたんですけど、またね、しばらくちょっと、不定期に戻そうと思います。集合にする前は、それこそ自分の気が向いた時にビデオを撮って、たまになんか月一の時もあれば、なんか毎週3、4本出してる時期とかもすごいあったりとかして、結構ばらつきがあったんですけれども、なんかスケジュールを決めてやるっていうのは、すごい自分的には良かったんですけれども、逆にちょっとプレッシャーになるところとかもあってですね、まあしばらくやってみて、できないこともないけれど、何やろ。まあね、まあ正直なことを言うと、週5でしょ、週に5本、今までだから月にそれこそ何本出てたらいい方やったのが、週にそれこそ20本以上、週ちゃうな、月に20本以上、月に、だから週に5本やから月に20本以上ですよね。出すようになると、まあ出てる数が多いのもあって、でなんかね、結構きついコメントが来るようになったんですよね。でね、なんかね、1本2本ぐらいやったら、なんか、あーと思って、なんか消したりとか、なんか、やんまりこうすんませんでした、みたいな感じで言ったりとかしてるんですけど、それがね、結構続くと、なんかボディーブローのように効いてきてですね、すっごいなんかね、へこんじゃうんですよね。で、私、ネガティブなことを、もし言われた場合でも、なるべく気にしないようにはしてるんですけれど、なんかね、自分のことを思って言ってくださるアドバイスやったら、受け止めようと思ってるんですけど、そうじゃなくって、これは明らかに私のことをただ傷つけたいだけで書いてるメッセージやだっていうのが結構あるんですよね。で、何を言われて一番答えるかっていうのを多分書いてる方が一番分かってるんですよね。うちね、まあちょっと前からずっと不妊治療をしててですね。で、うち結構転勤が多かったもんで、こう、今まで行ってたクリニック行ってて、なんか結果が出る前に、また転勤が急に決まったりとかしてですね、次にまた転院をして、で次の転院先でまた一から検査全部やり直しをして、私の側と夫の側と検査をやって、で、数字を見て、じゃあこれからこういう治療をやっていきましょうみたいなのを何回も何回もやり直しがあってですね。で、夫、まあ今仕事がデスクワークに変わったんですけれど、まあそれまでの間はですね、ずっとこう出張が多い仕事だったんですよね。職種っていうか。だから、こう海外出張も多かったですし、国内出張も多かったですし、でそれこそ4ヶ月アフリカ行ったりとか2ヶ月ドイツとか行かれてしまうと、サイクルがね4ヶ月の間止まってしまうわけじゃないですか。その不妊治療をする、まあそんなこんなで、でなんかそのやっと帰ってきたと思ったら、じゃあ転勤ねって言われて、なんやねんってなって、結構ね間が空いてて、それでも何回かトライをしてきて違うクリニックで頑張ってきたんですよ。で、うちこの間なんですけれど、オクラホマに引っ越してきて、何ヶ月か、半年ぐらいかな、半年ぐらい、懲りもせずにというか、もう諦めずに、大学病院の不妊治療の、それこそ本当に専門でやってるクリニック、なんかその婦人科のお医者さんが見てくれて、とりあえずタイミング法やりましょうとか、なんか、そういう感じじゃなくって、もっと本格的に最初からやってくれる、
あの人工授精とか体外受精とかをやってくれるクリニックに半年ぐらいちょっと最近通っててですね、で、何回かあの人工授精もやってみたんですけれども、まあ、結論から言うと結局諦めることにしたんですよね。もう私も39やし、これが最後のチャンスやと思ってしばらく頑張ってやってきたんですけれど、もうこんだけお金を使って時間も使ってで、できへんかったら多分できへんねんでっていう結論になって、もう子供を諦めることにしたんですよ。なんかこの後読んでまだ諦めてなかったんかって言われそうなんですけど、もう諦めることにしたんですね。でそれは夫と話し合いをして、もう決めたことなんで後悔はないし、やれることはやったって思ってるんでいいんですけれど、なんかねこう毎月生理がやってくるたんびに、なんか高いお金を払って治療をしてホルモン注射とかをして、で生理が来たりとかするとすっごい落ち込むんですよね。でそういう時に限ってすっごい心ない人が、子供もいないくせにとか、なんか子供がいないんだから働けよとか、子供いないのに専業主婦で食洗機買ってもらって、あなたは一体家で何をしているのだみたいなことを言われたりとかしてですね、なんかそういう時に限ってすっごいぐさってきたりとかしてですね、まあ普段はそういうのを気にしないようにはしてるんですけれども、まあそんなタイミングで言われてしまうとちょっとなと思って、で結構ねまあ波があるんですよね。多分ホルモンの関係だと思うんですけれど、そういうこと言われてものすごく落ち込む。で私はなんかその女性として子供が産めなかったから価値がないのかと、人間として私にとって価値がないのかと、こう夫がそんなことを言ったわけでもないのに、なんかだってうちね両方とも検査をしてもらってどこも悪くなかったんですよ。でそれでも子供ができないんですよ。でそういう夫婦って多分いっぱいいると思うんです。でそれ以外にもこう子供が欲しくないっていう夫婦も絶対いると思うんです。その小さい時に育った環境でトラウマがあるっていう人もいるだろうし、お仕事がすっごい大好きで私は子供を作るよりはお仕事に集中したいっていう人もいると思うんです。私はねそれはそれで絶対もう自分の選択だからそれでいいと思うんですよ。思うんですけれど、それを他人がどうだこうだああだこうだって言うのって間違ってると思うんですよね。しかも赤の他人でしょ。自分の親とか義理の親とかがなんかあと次が欲しかったわとか言うんやったら分かるんですよ。まだ分かるんですよ気持ちも。でも全然会ったこともない赤の他人がそういうことをわざわざ傷つけたいがために言うっていうことに対してまた傷つくんですよね。世の中ってなんてひどいところなんだみたいな感じで、なんかそういうことをずっと考え始めるとすっごい落ち込むっていう時期が続いてですね、まあ今だからこそこうやって笑って話を してますけれども、なんかそんなんでしばらくちょっと落ち込んでました落ち込んでましたなんですけどね。あとねなんかビデオの方式をちょっとこの間ちょっと前に変えたんですよね。で変えた理由がですね、何だったかな、なんかそのビデオを撮って私がこうやって喋る代わりにビデオの映像に BGM をはめて、で字幕をつけるっていう風にしたら、結構こう何人かの人に、なんかちゃんと声を入れてくださいっていう風なご要望があったんですよね。なんですけれど、実はですね、なんで最近そういうスタイルに変えたかというと、エアコンがあってですね、うちバスの中に。で、普通の家と違って、アルミ用のエアコンなんでめっちゃこううるさいんですよ。ちょっとつけてみますね。私の声聞こえるかな。なんかね、RB のエアコンつけるとこれぐらいの音がするんですよ。なんですっごいうるさいんです。なんで、まあ、その声を拾ったりとか、その自分がその何か作業をしながらビデオを撮ってる時になんか気軽に喋れない、それこそエアコンを止めてなんか作業の音を拾ったりとか、こう切ったりとかなんかこうしたりとか、作業の音拾ったりとか声を拾ったりするのにエアコンを全部止めてやらないといけないんですよね。ってなるとすっごい暑いんですよ。なんかねこのビデオも、エアコンを止めて10分15分20分ぐらい喋ってますけど、なんかその間に気温がね23度ぐらいからね27度ぐらいまで上がっちゃうんですよね。28度ぐらいかな。で結構暑いんですよね。私一人やったらいいんですよ、いいんですけど、それこそなんか夫とこれからご飯食べましょうかっていうタイミングとかでわざわざ
微量のためにエアコンを切りたくない。だって外は気温ね、今35度とか39度とかあんですよ。その状態でビデオ撮りたいからエアコン切ってとは私には言えないです。で、なんかその普通に今まででもご飯を作ってお人お腹空かせてて、さあご飯食べましょうかっていうタイミングで声を取りたいがためにこうエアコンを止めて声を取ってってなると、夫にしてみたら僕早くご飯食べたいわってなりますよね、なりますよねっていう風なちょっと話とかもあってですね。なんでまあ最近はちょっと声が入ってないビデオっていうのはまあ多かったんですよね。で、まあその朝涼しいうちとかにそのビデオだけを先に撮ってしまって、違うスタイルにして、例えばノウハウじゃないけどハウツービデオみたいな感じで声をね後で被せるっていう風なボイスオーバーですねっていうビデオの形式で今後のビデオを作っていくっていうこともできるんで、もしそっちでもいいよっていう方がいらっしゃったらコメントで教えてもらえたら嬉しいんですけれども、まあそんなこんなでですね、ちょっと最近登録者数が減ったっていうのもありますし、なんか閲覧数が減ったっていうのもあって、あんまり数字気にしないようにはしてるんですけれど、なんかやっぱ落ち込むのが続くとなんかいろんなことが重なるんですよねでちょっとまあどうしようかなっていう風に悩んでる時期がちょっとまだ続いててですね、未だに悩み中なんですけれども、なんかね、コメントとかでこうどうですかって心配してくださったりとか、コメントなんかアドバイスとかくださった人の中には、別に今のままでいいと思いますよってゆかりさんがこうやりたいことをやって、ゆかりさんの人柄に惹かれて来てるんだからいいんですそれでって言ってくれはる人もいはって、私は本当にありがたいなと思ったし嬉しい気持ちになりました。ありがとうございます。でもね、あんまりね数字を気にしすぎると、今まで結構自分がやりたいこと、楽しいことを自分がやっててチャレンジしてて、みんなにもそれを見てもらって共感してもらえる人はしてもらったりとか、私もやってみようかなと思ったりとかっていうふうなのが楽しくてやってたのが、なんか数字を気にし始めるとこんなビデオを作ったって誰も見ないんだわみたいな気持ちになってくるんですよね。でそれもちょっと良くないと、なんかあんまりいいループじゃないんで、ちょっと時間をお休みをもらってですね、まあなんていうか自分がこういうの作りたいっていう気持ちになるまでちょっとビデオの更新を不定期にしようかなと思った次第でございます。はいなんですけれど、なんでまあ今までね週5でやってきましたけれども、ちょっとこれからは不定期でやりたいなと思えるタイミングで、自分のタイミングでやりたいなと思えるビデオをちょっと出していけたらいいかなと思います。なんかね暑いしね、関係ないけどねなんかね、まあでも私も夫もうさぎも元気なんで、まあそれだけが良かったですね。でね、たまにね、こう、なんやろ、ビデオが撮れるスタジオとか、その静かなスタジオがあったらいいよなぁと思うんですよ。それこそエアコンの音なんか気にしなくてよくて、前一軒家に住んでた時は、部屋がね、何やったかな、3部屋あって、自分用のなんか書斎もあって、YouTube ビデオ撮り放題だったんですよ。っていうのを思うと、なんかバスに暮らしてるって不便だなぁって思う時もあるんですけれど、でもね、だからといってこうバスに暮らすことでうちねすっごいお金が節約できてるんですよね。でその引っ越しの時もすごい、転勤の時も楽やし、なんかこの小さいスタイルでやっていこうって決めて毎月頑張ってやってるんで、まあ、それについてなんていうかこううまいこと調整をしていかないといけないんだなというふうに思いました。でね、前はね、割とね、一時期見てくれてはった人は、バスの改造をしてる間にずっと見てくれてはった人がいてて、で、最近は本当にただの主婦ブログになってる、なんか主婦のビデオになってるんで、なんだつまんないと思って、多分離れていってる人は結構いるんじゃないかなと思うんですよね。っていうのがまあ、憶測なんですけれども。まあでもね、最終的には私のチャンネルで私がやってて楽しいと思えること、面白いと思えることをシェアしていけるっていうのが一番多分大事だと思っているのででね、やっぱりね、本人がね、やってる本人が楽しんでやってないと見てる人にも多分伝わると思うんですよ。なんかね、毎朝楽しみにしてますって言ってくださる方も増えてですね、なんかすごい申し訳ない気持ちでいるんですけれども、ちょっとお休みをしてですね、まあ気力を充実させてまたやりたいわっていう思いになったらちょっとずつまた出していこうと思いますと言いながら、なんか来週あたりまた3本とか4本とか出てるかもしれないですし、次のビデオから来月になるかもしれないですけれども、
あ、でもね、あのこのうだうだはすごいなんかね、見てくれはる人が結構楽しみにしてくれてはるんで、こんなおばちゃんがね、ただね、本当にカメラに向かって喋るだけのビデオなのにね、ありがたいことでございます。なんでもしかしたらうだうだだけは普通に撮ってるかもしれないんですけれども、でまあそんな感じで今週のうだうだトークは以上になります。ちょっとだいぶ暑くなってきたんでそろそろエアコンをまたつけてあげないと、うさぎが暑くて多分ゆでうさぎになっちゃうんで、はい、まあそんな感じで今週のビデオは以上になります。皆さん良い週末をお過ごしくださいませ。また次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。